はい、どうもとあるです。えー、今日なんですけど、今日はですね、民法のテキストに関して話していきますので、よかったら最後までご視聴ください。それで今回はこの話のテーマなんですけれども、こちら3冊テキストがあるんですけれども、こちらが足立書き文書ですね。足立書き文書ってテキストと、あとはスーカーもですね、スーカーもテキストがありますけれども、このどちらを使ったらいいか質問で結構来てましたので、そこの箇所に関して話していこうと考えています。それでですね、これ見てる方々ですね、時間ない方も多いと思いますので、まずは結論だけサグッと言います。 結論としましては、これ3冊ともですね、これ絶対に全部使うようにしてください。それが結論です。で、その理由に関してお話ししていこうと考えているんですけれども、まずはですね、結論としましては、この2冊でですね、この2パターンでですね、用途が全く変わってくるんですよね。使用法が全然変わってきますので、3冊絶対に全部買うようにしてください。で、まずはそうかもですね、通貨もこれ何かというとですね、これは主役者向けです。主役者の方が民法の超基本事項ですよね。だから今まで法律に関して勉強したことがありませんって方が、民法の基礎の基礎というか、 そこのの箇所を学習すするためのテキストです一方、足別はですね、足別はある程度基本事項分かりましたって方がですね、その基本事項をこの行政書士試験でスタイルされてくる形でインプットをし直すという感じですね、っていうのが足別学問集です。なので、この2冊に関しましては、まずは数学問。数学問を使って、小学者の方がですね、小学者の方が数学問を使っていって、まずは基本事項です。民法に関する基本事項を学んでいく。で、それを学び切ったらですね、それを学び切ったら、その力を使って、この行政書試験に対応する力を養っていこうという感じね、足別を使っていきます。 っていう感じで、この2個の位置づけが全然違ってきているので、この2個は絶対に両方とも用意するようにしてください。間違ってもですね、数学をだけを完璧にしても受かりませんし、 逆にこの足別、足別だけを完璧にしようと思っても、手も足も出ないので、絶対できません。なので、必ずこの2個をしっかり用意するようにしてください。ただですね、数学問も足別学問集も結構難しいと思うんですよね。かつ、問題数も結構多いですから、その問題の優先によって難しいと思うんですよね。例えば、足別学問集とかでは、別に全部できなくても受かるんですよ。という時に、自分の間違った問題が、どれくらいの順位かな、優先なのかどうかなとかってすごい気になると思うんですよね。かつ、難しい問題とかに関してとか、わからない問題ですね。そこの箇所に関して、詳しく説明してくれた方がいいと思うんですよ。っていうことがあると思うので、僕の 方ではこれコーダー出ししてていましてメンバーシムの受験生コース、そこに参加をすると、スカゴムに関しては80本ぐらい。 アスペルトカコモに関してもしっかり従事した講義ですね。それをしっかり見ることができまして、合計でですね、合計で100本以上講義を用意しています。なんで、メンバーシップ受験生講座に参加しますとですね、めちゃくちゃいいと思っています。かつですね、受験生コースに参加をすると、さらに民法の基本講義に関して120本ぐらい見ることができますので、民法だけで合計200本以上見ることができます。このクオリティって予備校に行くとですね、数十万かかってくるんですけれども、僕のメンバーシップ受験生コースではですね、今現在は3000、月々3000で見ることができますから、めちゃくちゃお得です。なので、民法どうしようか と思っている方はですね。ぜひこの数学問数、学問の民法のテキスト2冊と、あとアシスト過去問集この3冊を買いましてですね。それでメンバーシップ受験生コースに参加をして月々3000で,ですね。効率よく勉強を進めていってください。それが一番いいと思います。ということでですね。今回の動画、この動画が参考になれば幸いですが、もしよかったらですね。高評価あとはチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また受験に関して質問事項があればですね。ぜひ気軽にコメントとかでですね。教えてください。またですね。メンバーシップ受験生コースに関してもですね。概要欄リンク貼っておきますが、そちらが良かったらご参加ください。一緒に頑張ってやっていきましょう！ということで、最後までご視聴ありがとうございました。 また次回の動画でお会いしましょう。以上、とわりでした。